はい、どうも皆さん、はじめまして、シアンです。アナザースーパーマリオブラザーズ Wii というのは、皆さん知ってますでしょうか？はい。まあ、俺も知らなかったんで、知らない人の方が多いと思うんですけども、このゲーム、本家のニュースーパーマリオブラザーズ Wii のアレンジというようなゲームになっているので、ちょっと今回から完全クリア目指してやっていきたいと思います。でカメラが一向に仕事をしないっていう、もうここの固定位置でマリオたちを映してるっていうのが、ちょっとすごいですね、これ。マリオたち同じとこぐるぐる回ってるだけっていうのに、絶対気づいてないと思うんですけど。で、これがファイルセレクトみたいですね。これ改造じゃなくて、はい、さっきも言いましたけど、アレンジなんで。で、ファイルセレクトは、あんまり変わってないですね、ちょっと。てか、全然変わってないですね、なんか。よし、じゃあ、この2位のファイルで、今回からやっていきたいと思います。はい、ちょっとなぜここに飛んできたかっていうことなんですけど、オープニングが、まさかの本家と同じっていう、事実だったんで、ちょっと割愛させていただきました。もうピーチがさらわれるっていう設定さえあれば、このマリオゲームなんとかなるっていうのがもう成り立ってるんで、飛ばしていきました。はい。で、今の状況じゃ、ただ単にタイトル画面変えただけですよね、なんか。お前それ自分でやって、本当は本気だけやってんじゃねみたいな目で見られそうなんで、ちょっと位置の位置変わってるか早速確かめましょう。もう本家と騙して改造とか言ってんのかみたいな感じなんで今んとこ。クリボーが一体いるっていうのはシリーズ共通ですね。で、とりあえずやられるというのも共通なんで。はい、行きましょう。で、ここでちょっとキノコが出ました。おー。ちょっといきなりでかくなっちゃいましたけど、ここにいきなりファイヤー埋め込むマリオとかを見たいですよね、なんか。まあ、いきなり燃やすのみたいな。ちょっと放火魔みたいな感じで行きそうな感じですけど。で、ちょっと、なんか、あんまりそこまで改造という改造ではないですよね。まあ、あくまでアレンジなんですけど。で、はい、もうここは滑り台があるので、まさかの階段使わずにスロープから登ってくるっていう。はい、このクリボーを踏みましょう。ちょっとすごい、吸盤つけてますよね、靴に。こんな滑り台の坂登ってくるって。で、とりあえず、スターコインも全部集めて、もう 100% クリアするっていうのが目標なんで、よろしくお願いします。全部集めます。でですね、これは、もうここで、もうのこのこ一生、もう言ったり言った、言った言ったしときましょう、ちょっと。オッケーでしょう。で、土管は入れるんですかね。無理ですね。左ののこのこ、今、どう思ってるんでしょうかね、なんか、甲羅の中で。これ何してんねや、みたいな感じになりそうですけど。で、ここ絶対怪しいですよね。なんかもう異空間に連れて行かれそうな雲がかかってるんですけど。行きましょう。さて、どうなるんでしょうか。おー、普通のボーナスではなさそうですよね、なんか。とりあえず、もうシルエットクイズやってるんで、ちょっと。シルエットクイズの答え。はい、全部ブロックというのが答えでした、ちょっと。これ丸見せられて、シルエットクイズ、レンガブロックでしたとかなったらもう、絶対に反感買いますよね。ちょっと、どんだけひどいシルエットクイズだって感じですけど、丸だったのに四角なのみたいな感じですよね。で、はい、こちら、お、ようやく出ましたね。しかもこの配置的には初代のブロックじゃないでしょうか。よし、とりあえずここで取りましょう。で、雲はですね、これスピンで、はい、貼ることができます。逆にスピンしたら雲から嫌われるっていう、もうなんか、あんまり使いたくない技ですけど、行きましょう。さて、今んとこ2枚、スターコイン集めてるということで、なんでしょう、これ。ちょっと、隠してるつもりですかね、コインを。オッケーです。正体暴きましょう。ちょっと、最新の、ちょっと貯金場所ですね、これは。ちょっとブロックに変えて取られないようにするっていう、ちょ最新型の ATM がありました。で、これは上から行けますね、こうやって。オッケーでしょう。
で、これもう一回出るとか、ないですよね。はい、行きましょう。さすがにそんな何回も何回も出たら、あれですもんね。はい、で、ここは、モンスターコインまだか。そっか、先出なかったんですね。ちょっとコインだけ見て、帰っていくっていうのが先だったんで、とりあえず、これ、突き進んでいきましょう。終わりましたね。これは、デカマリオじゃないといけないっていうやつでしょうかね、多分。キノコ以外じゃ絶対にこれ壊れないんで、チビじゃ。はい。で、もうこれで右行けば、おー、かっこ悪すぎた。かっこ悪すぎますね、ちょっと今のは。ここで、OK です。笛ラムネの足場を登っていって、てっぺん行くという感じでしたね。はい、来ました。よし、やりました。1の1。まだあんまり難しいっていうほどではないですけど、なんか本気よりは難しい感じにはなってますよね。はい。というわけで、1の2行きましょう。これ、地下って書いてるけど、実は水中面でしたみたいな感じなことはないですかね、ちょっと。地下水流れ込んじゃったんですよ、みたいな。ちょっと行きましょう。さて、お皆さん見てください、ちょっとした。完全にこれ地下水が溢れるフラグじゃないでしょうか。ちょっともしかして水中面かもしれませんよ、これ。行きましょう。さて、ワクワク。一瞬にして夢が消えました。全然水がないですね、ちょっと。さっきの水は何でしょうね。俺が言ったからなんか合わせといたのかみたいな感じでしたね、絶対。よし、じゃあここ、どっか入れる場所があると思うので、はい、行きましょう。これ凍らして、はい、OK です。自然解凍しましょう。はい、自然解凍です。自然解凍、かっこ、はてな。完璧に自然解凍したらダメなパティーンですよね、これ。ちょっと上見てください、皆さん。ちょっとスターコインがこんな高台に登ってるっていう。一人だけ津波避けしてるんで、これいけないかな、こうやって。なんとか上に登りたいんですけど、一人だけ津波回避してるんで、三段ジャンプを試しましょうか、こうなったら。この辺りから走って、これで、おー無理ですね、ちょっと。で、直していきましょう、もう一回後で。まあ、その場合はカット入れるんで大丈夫です。もう最悪だ。最悪だ。もう何もかもが最悪だ、ちょっと。普通マリオにも戻されるっていう。もう魔法まで解けてしまいましたね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと待ってくださいね。普通にジャンプしただけで、ちょっと見えちゃったので。じゃあさっきこの赤リングで、はい、8枚の赤コイン集めてから行きましょう。さて、こうやって OK です。で、これを集めるとこうやってアイテムが出るのも、もうシリーズ恒例ですね。ちょっと安心しました。さて、おっと、右の、これは普通に踏んで、行けば OK ですね、絶対。よし、行きましょう。ちょっと待って、ちょっとないよ完全になんか右にあんのかなって思ってしまいましたけど、なんもなかったですね、ちょっと。すいませんでした。なんか、あそこしか空間がないっていうのを俺は知りませんでしたね。右にスクロールするものかと思ったら、またしてもサボられるっていう。はい、もう行きましょう。でも逆に死んだおかげで、さっきのスターコインも取れる。出直していきます。はい、戻ってきました。ちょっと1の2で2回死ぬっていう、どんだけマリオの腕落ちてるんだ俺はっていう感じですね、ちょっと。はい、行きましょう。で、近くに、キノコがないっていうのもこのゲーム難しいところですよね。普通復帰ポイントにはキノコぐらいはあるんですけど、このゲーム、1コインだけっていう、1コインだけの生命保険を支払われるんですよね、ちょっと。生命保険しかここなかったんで、はい、キノコ欲しいですよね。難民救護活動してほしいですけど。で、これ、はい、自分で食料は蓄えろや、みたいな感じですね。はい、取っていきましょう。さて、こうやって取れば、さあ、
一気に昇格できました。というわけでもう一回いきましょう。さあ来ましたよ。もうここしか空間はないですから、ここで引き返しましょう。さて、こんな簡単なことができませんでしたけど、さっき。よし、行きましょうか。まあ、あと1個なんで、楽勝でしょう、多分。さあ、もうどんどん行っちゃってますけど、見逃しありそうですよね、絶対。なんかさっき怪しいとかあったので、もう一回戻って行きましょうか。なんかここにのこのこの甲羅を、はい、絶対投げ込めますよね、これ。怪しい空間が空いてるんで、さあ行きましょうか。どっち行きましょう、皆さん。ちょっと。じゃあ、運命の選択肢ですよね、これ。なんかテトリスやってる感じですかね、多分。右の人若干、積みにくい感じでテトリス積んじゃってますけど、ちょっと。さて、左の方が綺麗に積めてますもんね、ブロック。と言ってる間に何か出ましたね、ちょっと。下って書いてるんで、これ、行きましょうか。改造なんで、もしかしたら死ぬとかもありそうなんですけど、ちょっと、これ簡単に詐欺師に騙されるのを、はい、ここで活かしましょう。さあ、騙されるんでしょうか。騙されませんでしたね。ちょっとこの何でもかんでも人を信じてしまう心、ちょっと忘れてはいけませんよ、皆さん。絶対に人を疑ってはいけませんので。はい。で、これ上から行ったらどこに行くんでしょうか。さあ、おお、普通のとこが出てきましたね。まあ、よかったです。で、もう、スターコインも3つ集まったので、さあ行きましょう。で、普段だったら1の2って、なんか隠しがあるっていうのがもう皆さんわかると思うんですけど、Wii はもう隠し自体がないので、多分ないでしょう。さあ行きました。ちょっと相変わらず下が水ですよね、ちょっと。なんかまだ、フラグ起こりそうな感じですけど、ちょっと。行きましょう。まあちょっとこの1ワールドにも水のステージがあるので、はい、多分そこのフラグだと思うんですけど、にしてはまだまだ早いです、ちょっと。右見てください、皆さん。ちょっと若干水ありますよね。あそこのフラグをこんなところで立てるっていう。ちょっとよっぽどせっかちな制作者ですよね、これ。行きましょうか。1の3です。気を取り直しましょう。おお。空中で凍りましたね、この人。すごいな。空中浮遊の夢を叶えてあげました、このマリオは。ギター来ました、皆さん。ヨッシーですね。いきなり取れましたね。さて、このヨッシーで、上のスターコインを取れば OK でしょう。さて、あ、危ない。OK です。さあ、おっと、がむしゃらにハンマーの無駄遣いをしているのがいるので、さあ、ちょっと今リサイクルしないといけない時期なんで、まあ、OK でしょう。この時代にハンマー無駄遣いするってなると、それを放っておけないんで、さて、ここは上行けますね、絶対。ここ上に何かがあるとか、なんもないですね、ちょっと。なんかスーってかわいそうに落ちていきましたけど、やばいやばいです、やばいです。ちょっと、これ、兄弟でハンマーの無駄遣いしてますよね。ちょっと絶対お小遣い帳とか子供の頃つけてなかった感じですけど。さて、もう中間が来て、現在スターコイン1枚というのは、どうでしょうね、これ。なんか危ないのか危なくないのか、え？上にあったんですけど。どっかから行けるんでしょうね、多分。なんか、下からはいけなかったみたいです。ちょっとただ単に頭打っただけで終わってしまうという。さて、スターコインを取るには怪我もつきものということでしょう、多分。さて、こういうことでしょう、多分。はい、来ました。なぜか多分を2回重ねるっていう、コミュ障みたいな感じになっちゃいましたけど、ちょっと。さて、で、テンション上がったらマリオ取れるんですよ、ヨッシーから。なんか取れちゃうんですけど。さて、何してんでしょうか、この人。ちょっとエイム力なさすぎですよね。ちょっと土管のこと考慮してないっていう。絶対ゴルフ下手くそな植物ですよね、これ、絶対。もう、さて、これ追いかけて。一
行きましょうか。さて、何もなさそうなんで、さあ、プロペラが、さまよってますね。はい。はい、ちょっとお待たせいたしました。休憩しました、ヨッシーと一緒に。はい、というわけでもう一回行きましょう。で、相変わらず、これ、なんか夫婦揃って、なんか、ハンマーの無駄遣いしてますよね。さっきの2体はなんか兄弟で、それはその親っていう、これは。親も親なら子も子っていうやつですね、絶対。逆だった気がするんですけど。絶対逆ですよね、それ。子も子だったら親も親、わかんないんでもう行きましょう。ちょっと。全然わか、なんか、えげつない風景が見えましたけど。なんか、レンガに突っ込んでいって口が破滅しちゃった人がいらっしゃいますね。顔が、取れましたね。なんか、えげつないことしちゃった感があるので、行きましょう、ちょっと。で、おー、かまれてますね。ちょっとなんか、見てはいけない雰囲気なんですけど、ちょっと。なんか植物同士でなんかやってますよね、危ないことを。さあ、こうやって行きましょう。さあ、踊り込み中のところ申し訳ありませんでした。では、ついにおじいちゃんでしょうか、これちょっと。なんか子供と親を倒したら今度なんかおじいちゃんが出てきたんで。さあ、行きましょう。さあ、圧倒的に一体じゃ不利ですよね、ハンマーブロスって。さあ、行きました。コースクリアです。さあ、ちょっと皆さん上見てください。なんか、紫芋だけを販売してそうな家がありますよね、ちょっと。ちょっとあそこもなんか行ってみたいので、はい。ちょっとまた次回行きたいと思います。とっても心配です。なんかこれは本家と同じですよね。クリボーがこうやってさらわれるので、クリボーはさらわれないですね。キノピオがさらわれちゃうので、はい、ここのキノピオなんですけど、助けてもアイテムくれるっていうだけなんですよ。で、多分今の感じだとあんまりこのゲーム難しいっていう雰囲気がしてないので、ちょっと助けはしません。はい、アイテムなんていらねえやっていうので、ちょっと行きたいと思います。で、時間ちょっとギリギリなんですけど、最後のあのツタの正体を暴きたいので、もうスピードで行きましょう。もうこれ一回クリアしちゃったら基本スピードクリアできるだろうっていう、勝手な判断で行きましょう、もう。さあ、もう当たってもいいでしょう、ちょっと。正当防衛したんで今。ちょっとやられてから、当たるって、はい、正当防衛しましょう。どうせここででかくなるんで。さあ、やられてからやっつけてるんで、これ犯罪じゃないですよ、絶対。はい、ただ正当防衛やっていうだけなんで。さあ、もう当たっても OK でしょう。さあ、ここですね、問題の場所。さあ、ちょっとここの、なかなか倒れませんでしたけど。さあ、これ上のこのブロックを壊さないといけないっていう感じですね、絶対。さて、どう行きましょう。キノコがないと壊れないっていうのを忘れてましたね、ちょっと。なんか調子乗りすぎたかな、これ。完全に調子乗っちゃいましたね。おっ、オッケーです。これでもう怖いものはないですね。あと、ここをこうやって壊していったら、はい。口を怪我することなく、ツタは無事に成長できるという感じで、行きましょう。これ、口元がむくんでる人はここ通れませんけどね。はい。さあ、行きましょうか。むくんでない人は、こうやってうまいこと成長できるんです。はい。おなんかこれは、隠しルート的なとこに来ちゃいましたね。さあ、ちょっと確認しましょう。おー皆さんやりましたね。ちょっと簡単ではなかったですけど。はい。隠しルートを見つけました。そうですね。ちょっと隠しルートも、このマリオシリーズには付き物の、はい、付き物なんで、はい、隠しも全部やって、スターコインも全部集めて、もう完全にコンプリートしてこのシリーズ、終わりたいと思います。というわけで、次回、こちら右の城から全然行けないで、なんか全然言ってることと言ってるとこが違うっていう、
感じですけど、はい、このお城に行きたいと思います。というわけで今回ここまで見てくれてありがとうございました。次回もまたお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録をすると僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。スマートフォン、タブレットで見ている方はこの動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。ぜひよろしくお願いいたします。